おかえり。ご飯ちょうどできたところよ。ひなちゃん、れいちゃん、おかえりなさい。図書館に行ってたの、れいちゃんと。まあそう、れいちゃんも上がってさ。いつも通りのあかりさんとももちゃんとちゃぶ台いっぱいのあったかい晩ご飯と、真面目な顔をしたおじいちゃんが待っていた。おう、ひな、座んなさい。話は全部あかりから聞いた。ひな、よくやった！おじいちゃん。最近のいじめがえげつねえのは、じいちゃんも新聞やテレビのニュースで嫌っちゅうほど見て知ってる。見るたび俺はかわいそうでたまらなかった。なのにお前はそんなおっかねえところで友達を助けようとしたんだな。すげえ勇気だ。大人にだってめったにできることじゃねえ。お前はすごい。俺の自慢の孫だ。お前は何一つ間違っちゃいねえ。友達を助けたんだ。胸を張れ。はい。